水筒ワクチンとは、水暴走ワクチン、水筒、帯状疱疹ワクチンとしても知られ、水筒と帯状疱疹の予防に使われるワクチンである。一度のワクチン投与で95%の一般的な水筒が予防され、重度の水筒の予防率は100%である。二度の投与は一度の投与より効果は高い。水筒、帯状疱疹ウイルスと接触する5日前にワクチンを、 投与していれば、ほとんどの水筒は防げる。多くの人口に予防接種することで、予防接種を受けてない人へ物感染を防げることになる。接種法は、非下注射である。世界保健機関は80%以上の人口の予防接種の継続ができる国のみに、ワクチンの定期的予防接種を進めている。20%から80%だけが予防接種を受けた場合、将来より、 多くの人が感染し、高齢で感染すると症状が重くなりうる。一度、または二度のワクチン投与を推奨する。米国では、生後12ヶ月から15ヶ月の間に二度の投与を推奨している。2012年からは、ほとんどのヨーロッパ諸国で、すべての子供、またはリスクの高い人に勧めているが、費用がかかるためすべての国がワクチンを提供しているわけではない。 日本では2014年10月から定期接種となった。このワクチンは非常に安全である。軽度の副作用は注射による痛み、腫れ、頭痛である。重度の副作用は稀であり、体外免疫機能の低い人に見られる。HIV、エイズの人には慎重に投与するべきである。妊娠中の投与は進めていないが、 幾度かの妊娠中の投与による問題は見られていない。このワクチンは単体もしくは MMR ワクチンとの組み合わせで使われている。2005年には MMRV ワクチンも世界で登場し使われているが日本では未承認である。水筒ワクチンは弱くしたウイルスで作られ生ワクチンに分類される。日本の水筒ワクチンも 米国の MSD 社製造販売の水筒ワクチンも日本で開発された岡株を用いている。生後12月から生後36月にイタリアまでの間が対象で2014年10月に日本で水筒ワクチンが定期接種化されたため小児の水筒流行が激減、高齢者がブースター効果を得る機会が減少している。2004年に水筒ワクチンが 帯状方針の予防に効能追加され2016年3月より50歳以上のものに対する帯状方針予防を目的で使用できるよう明記された。帯状方針 PHN の予防策として追悼、帯状方針ワクチンを推奨している。日本では任意接種である。アメリカ合衆国やヨーロッパの一部では帯状方針予防ワクチンとして 公力化水筒ワクチンが用いられていて、アメリカ合衆国では2006年5月より、免疫の正常な60歳以上を対象として、接種が推奨されていたが、2011年3月からは、その年齢が50歳以上に引き下げられた。2018年3月23日、ジャパンワクチン及びグラクススミスクラインは、世界初となる感想を組み替え、方針サブユニットワクチンの、 シングリックスを開発し、日本での製造承認を受けた。2020年1月から流通が始まり、50歳以上の成人に2ヶ月から6ヶ月間隔で2回接種される。臨床試験では、生ワクチンよりも優れた予防効果を発揮したことから、対上方針の予防目的としての水筒ワクチンの使用は減少し、サブユニットワクチンに移行するものと思われる。水ワクチンは、 最初に市販されるようになったのは1984年である。このワクチンは世界保健機関の必須医薬品リストに記載されており、基礎的な医療制度で重視されている医薬品である。米国での価格は100から200米ドルである。ありがとうございます。